ジェニファー・ラブ・ヒューイット、ジェニファー・ラブ・ヒューイット、ジェニファー・ラブ・ヒューイット、1979年2月21日体は、アメリカ合衆国テキサス州出身の女優、シンガーソングライター、プロデューサー、監督である。瞳の色はブラウン、髪の色はブラック。テキサス州、ウェーコにて、イングランド系の家族、父・ハーバート・ダニエル・ヒューイットと、母、 パトリシア・メーシップのもとに生まれる。1987年に、同州ガーランドに移住、その後同州ハーカーファイツに移住しそこで育つ。父は技術者で、母は病理学者だった。両親が離婚してからジェニファーと兄トッドは母親に女で一つで育てられた。母の兄がジェニファーと名付け、母が大学時代の親友の名だったラブをミドルネームにした。 幼い頃から音楽に興味を示したことが彼女のキャリアの始まりになった。3歳の時にはホイットニー・ヒューストンの The Greatest Love of All をライブストックショーで歌った。翌年にはレストランのダンスホールでカントリーミュージックの Help Me Make It Through the Night という曲を彼女のオリジナルで歌った。5歳の時にはすでにタップダンスとバレエを知っていたことが彼女の昔の 写真からわかる。9歳の時、テクサス賞チームに加入、同チームはロシア遠征なども行った10歳で、さらなる活躍の場を求めて、ロサンゼルスに母と共に移住した。1989年、ロサンゼルス移住後に20本近いテレビコマーシャルに出演。1991年には、ディズニーチャンネルのキッズインコーポレーテッドという番組に出演しで、 人気が出た。翌年には NBC 放送のランニングワイルドという作品でピアース・ブロスナンの娘役を演じた。またインデペンデント映画ムンチェにも出演。その後彼女はシェイッキーグラウンド、フォックス、バーズ・オブ・パラダイス、ABC、マッケナ、ABC などのテレビシリーズに出演。1995年にフォックス放送のドラマ サンフランシスコの空の下第2シーズンから出演したことが彼女をスターダムへと押し上げた。1997年、ホラー映画、ラストサマーに出演したことで人気が急騰。テレビの子役から一気にハリウッドスターへと変貌した。この作品では、ライアン・フィリップ、サラ・ミシェル・ゲラーなどもスターダムを駆け上がった。ラストサマーは、全世界興行成績1億2500万ドルを、 達成。18歳で、最もセクシーなアメリカ人女性にランクイン。翌年には、続編のラストサマーにや、青春映画、待ちきれなくて、に出演。1999年、サンフランシスコの空の下の継続版、タイムオブ・ユア・ライフでは、プロデューサーも務めるが、これは、わずが半期で終了。2000年、オードリー・ヘプバーンストーリーに出演。 この年彼女は知名度調査旧レイティングで最もポピュラーなテレビ出演者に選ばれた。また彼女の若々しくて健康的な魅力から電気メーカーノキアの看板にもなった。2001年シガニー・ウィーバー共演のコメディハートブレイカーに出演。2002年ジャッキー・チェンと共演したアクション映画タキシードが大ヒットした。2005年より CBS 放送にて、テレビドラマ、ゴースト天国からの囁きに主演。アメリカ国内では1000万人近い視聴者がいる。ドラマは2010年をもって終了した。2006年には、最も美しい女性100人で29位獲得。彼女がリリースしたシングルのうち、How Do Ideal は、オーストラリアとニュージーランドで大ヒットした。4枚のアルバムは、 ヨーロッパや日本でヒット。彼女の音楽シーン進出に日本のポップシーンが好むラブパーキーミュージック直訳、明るくラブリーな音楽なマーケットは欠かせないものであったとの見解がアメリカにはある。男性向け月刊誌の FHM が行う最もセクシーな女性100人の常連である。2005年の年収は400万ドル、約4億円。 主役を務めるテレビドラマ、ゴースト天国からの囁きで共演したロス・マッコールと2006年1月から交際し、婚約していたが2008年12月に、婚約解消し、その後、2009年からジェイミー・ケネディと交際していると報じられたが2010年3月には破局。2010年よりアレックス・ウェイと交際するも2011年には破局。2012年3月。 ドラマクライアントリストで共演したブライアン・ハリセイと交際会し、6月にはハリセイとの婚約と第一子の妊娠を発表。2013年秋、11月に娘を出産する前に結婚した。2015年1月に第二子の妊娠を発表、6月に息子を出産した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。